Weekend, The Rampage with Gene Riku, The Rampage from Exile Tribe. 皆さんこんばんは。ザランページフロムエグザイルトライブリーダーのジンとボーカルのリクです。ということで本日もウィーケンドザランページ生放送でお送りしていきます。よろしくお願いいたします。お願いいたします。ということで先ほど、あの SNS でね、はいはいはい、ちょっとライブしてたじゃないですか、うんうん、もう夏休み入ってる人がいるらしいね。いましたね。早くないですか。早いよ。だって今夏休みだと多分もう50日ぐらいあるね。40日か。40日ちょいじゃない。ああいいですね。いいやん、いいやん。そんな長期休暇あったらどうする？いや、多分もう戻ってこられへんと思う。学校に。俺多分。ああ、やばいわ。間違いない、ね。まあでもちょうど、だから今、はい、梅雨の時期でみんな多分ね、その一週間の過ごし方も変わってるでしょうし、うん、結構ね、インドアになったりとか。ね。なんかその中でね、いろいろ楽しみも見つけられてる方もいると思うんですけど。リクさんなんかしてました？リクさん何やってたか。基本なんかスタジオとかトレーニングとかなんでもう室内ですもんね。まあそうですね。基本ね、すぐ事務所とか、うん、はい、ジム、うんうん、あとスタジオですかね、うん、あと家でこうちょっと練習したり勉強したりしてるね、英語の、うん、いいっすね。なんか雨の日だからこそなんか集中できるところありますからね。まあそうね、はい、なんかね外出る気ちょっとね奥になっちゃうね、うん、雨降ってると。そうやね。俺この後ちょっと選手のリベンジの川柳忘れててさ、うん、結構そわそわしてんのよ。うん、きついのよ結構。ね、それをね言うな。それをね言うな。よっしゃよしよし跳ね返してやろう。じゃあ行こう。テンション上げていきますよ。ウィークエンドザランページ。お送りした曲は7月31日リリースのニューシングルから The Rampage from Exile Tribe で Welcome to Paradise でした。ここで一句。綺麗だね、花火の音と混じる声。Weekend The Rampage with Gene Riku The Rampage fromExile Tribe。 よいよ、よいよ、うん、よいよいよい。なんか、うん、どういう感情か分かんないけど、とにかく手のひらがめちゃくちゃ痛なってんねん。あれを言ってから。でもちゃんとね、季語も入ってるし、うん、そう、どう？いや、僕は好きですよ。なんかこう、ストレートに伝えるんですけど、うん、なんかこう、バーンと花火が上がる瞬間、うん、浴衣を来てる彼女で勇気を出して言ったけど、触ってんの聞こえてんのかな、どうなのかみたいな、そういうのをちょっと表しました。どうですか。じゃあ男がこうちょっと照れ隠しながら、ちょっと花火の音と一緒にこう言って、そういうこっぱずかしい男を描くと、はい、その背景には浴衣を着て一緒にデートしてる彼女がいると、はい、川島さんから笑いはなかったねって普通の、ま、マジレスきたんですけど、結構ね割とロマンチックな方で。はい、いやいいと思いますよ。まあこの感想、この川柳へのね、感想メールも待ってますし、まあツイッターでコメントもいいですし、じゃんじゃん送ってください。、はい、ということで、はい、ということで改めまして、ウィーケンドザランページ、お相手はザランページフロムエグザイルトライブリーダーのジンとボーカルのリクです。改めましてよろしくお願いいたします。お願いします。番組終了後9時30分からはニコニコチャンネルでスペシャルな生放送も行います。生放送動揺してる。はい、このスタジオの様子をスマホパソコンで楽しむことができますので、詳しくはネットでニコニコチャンネルと検索してみてください、はい、さてここでお知らせです。幕張メッセとベイ FM は30周年を記念して10月13日日曜日、幕張メッセ幕張イベントホールで1日限りのスペシャルイベントを、幕張メッセベイ FM 30th アニバーサリースペシャルサンクスパーティーを開催します。ありがとうございます。ベイ FM に、ゆかりのあるアーティスト陣が勢ぞろいして、はい、スペシャルなトークとライブを公開収録でお届けするこのイベント、はい、もちろん僕たちザ・ランページフォームエグザルトライブも出演いたします。ありがとうございます。参加するのは18時から行われる第2部です。このイベントに合計1万名の方を抽選で無料でご招待するんですが、
いよいよ、観覧募集がスタートいたしました。はい、ということでこちらあの一気にガッとね、あの応募されると結構なんかあのサーバーがすごくなるらしいんで、なんか期間内だったら全然いつでも大丈夫なそうなので、うん、ゆっくりと皆さんお時間ある時にホームページで確認していただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで、まあ、ここから特訓していきましょうか。はいはい、先日ね、僕たちランページとして、はい、まあ、7月31日に、夏シングルリリースさせていただくんで、まあ、その楽曲を引っ提げて、うん、音楽の日という番組に、はい、出させていただきまして、はい。はい。皆さん見ていただけましたでしょうか。ね、さっき流した Welcome to Paradise をね、はい、やらせて、生で。あの時、あれですよね、写真貼ってくれた川島さんでしたっけ？川島さんだ。うん。リアルタイムで見ましたって言って、写真がポンポンポンって。ありがとうございます。僕、我々のね、グループライン、はい、ね、投げていただいて。はい。いやね、嬉しかったですね。なかなかまあ、まだね、ミュージックビデオとか見られてない方いたら、ぜひ、そちらも見ていただきたいんですけど。で、僕思ったんですけど、あれ、川島さん、はい、多分、友達んちって言ってたじゃないですか。はい、で、見てた。はい。さっき。はい。絶対飲んでたんですよ。ああ。です。欲杯を。そう。まあ、で、あ、そういえば、ランペの、ジンくんリク君出るじゃん。送ったのみたいな感じでやってくださったのかな、みたいな。うん、え何ゼロ時から貼ってた。あ、テレビの前に。うまいこと言うわ。いや、はい、で、そしてまあ、今年そういう、まあ、テレビも、出させていただいたりとか、あとイベント、今週末にはですね、うん、宮崎のフリーダムというイベントに、そうなんです、メンバーのね、吉野北斗が、うん、出身の宮崎で、宮崎です、もう夏フェス、ザ夏フェスのフリーダムにね、に出させていただくんですけど、ありがたいです。いやー、これもめちゃくちゃ楽しみで、楽しみですね。もう週末なんでね、うん、天気だけはちょっと皆さん晴れるように祈っていただきたいんですけど、うん、まあ、九州近辺の方でもいいですし、少し、はい、時間のある方はね、うん、ぜひそちらも来て、うん、本当になんか夏ならではの楽しみってあるじゃないですか、フェスの楽しみってあると思うんで、なんか音楽聴きたいとか何でもいいんですけど、うん、なんか屋台食べながら飲みながらでもいいんで、うん、ぜひね、皆さんと一緒に最高の思い出作りたいなと思いますので、間違いないです。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、僕ね、はい、言うことがあるんです。おトイストーリー4まだ見れてないんですよ。行きたいんだけどね、なかなかね、ちょっとね、ありがたいことでこうちょっとね、お仕事立て込んでたりとかして、はい、時間取れなくてまだ見れてないんですけど、絶対見に行こうと思ってるんですけれども、うん、トイストーリーで言うと、はい、まあ、主人公のウッディ、はい、そしてバーズいますけども、一回言ったことあるかな、僕ん家にはウッディとバズ、はい、実家にいるんです。あれ、ウッディの後ろ引っ張ったら声出るやつ。そう。おう、俺のブーツにはガラガラヘビーとか言うんですけど、はい、あとバズはね、胸のボタンを押すと無限の彼方へさあ行くぞって言うんだけど、はい、そう、ちゃんとアンディじゃなくてリクって、当時ね、買ってもらった時に親父にね、マッキーで書いてもらって、いいね、そう、なかなかこうちょっと思い出がありすぎて、捨てれないというか、う、ね、処分できない、まああげるにもちょっと心がね、ちょっとうんって思っちゃう。だから寝てる間にほんまに動くんちゃうかなって当時俺も思ってたから、親父のいたずらでね、クリスマスの時プレゼントの横に打てるバスがいたのよ、うん、そう、え、動いたみたいななってた俺。わかるわかる、もうね、そう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 、もうみんなのね、こう心にずっと残ってるから。そう、スリーの時見て、まあスリーで、トイストーリースリーでアンディがちっちゃい子供に、うん、ウッディとかバズたちをあげるのよ、うんうん、そう、だからそれを僕やろうかなとか思うんだけど、なかなか踏み出せないみたいな、うん、そんなところで言うと、なんかジン君捨てられないものとか大切にしてるもの、捨てられないものを、僕基本結構部屋の中とかさっぱりする人なんで、うん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 、結構断捨離とかよくするんですけど、はいはい、先輩の、うん、ジェネレーションズのゆうたさんから昔、うん、スウェットをいただいたことがあって、はいはいはい、レッスン着っていう、はいはい、そのダンス踊る用のスウェットがあって、もう10年ぐらい前になるんですかね、うん、もし下手したらもっとかもしれないですけど、うんうんうん、もうそれお股のところが洗濯すぎて擦れて穴開いちゃってお股のところがそれでもなんかこうそのこうポケットの、うん、
わかります。スウェットのポケットのところをちょっとつまみながら踊ったりとかする癖があって、うん、あーゆうたさんが、はい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 、でその時のここ白いスウェットなんで、うん、このポケットのところにちょっとこうシミというか、うん、その時のシミとかが残ってたりするんですよ。あ、はいはいはい、なんかそういう当時大阪でダンスやってた時、うん、まあ、それを履いてあのいただいたんで、まあ、もうほぼ毎週それを履いて練習してたんですけど、うん、なんかこう初心を振り返るじゃ思い出すじゃないですけど、なんかそれ持ってると、うん、なんか改めてダンスに向き合う、 こう気持ちを、うん、なんていうんですかね、ちょっとこうリセットというか、うん、できるというか、うん、なんかちょっともやっとした時に、うん、そのスウェットを見ると履いたりとかすると、うん、あ、なんか改めて頑張ろうみたいな。ちょっと僕の話と全然レベルが違いすぎていい話すぎてどうするみたいな、はい、ですね、やっぱなんかこうその時の形に残ってるものってやっぱ、うん、なんかね、思い出として残ってるんで、間違いない、捨てれないものあるなと思って、ね、なんかリクさん他あったりします？僕なんだろう、あ、でもあのね、全然デビューも全然するずっと前、うん、あのね、たっくんに、はい、メンバーのね、そう、後藤拓磨、最年少の子からもらったトレーナーがあるんですけど、まあ、それもらってずっと結構好きでめっちゃ着てたんですけど、うん、結構着すぎてそれこそ穴開いてとかしてんのよ、うんうんうん、だけどあのね、やっぱね、処分できないんだよね、たっくんにもらったし、うん、断ることにずっと着てたトレーナーだったし、うん、あの何より色が好きなんで、サイズ感とか、うんうん、その後になんかあの手に入れた服とかは正直こうあのちょっとクローゼットパンパンになってきたなって時にこう処分することあるんだけど、あげたりとか、それどうしてもね出せないんだよね。なんか着るしね、うん、なんでそれたっくんがくれることになったの？なんかトレーナー欲しいと思って、たっくんたくさん服持ってたから、あのね、たっくんなんかいらないトレーナーないってえ、それめがけて言ったってこと？そうじゃあリクさんこれいいですよってくれたのよ、たっくん、優しい、たっくん、そう結構メンバー同士あるよね、ある、なんか、あ、それいいじゃないですかみたいな、僕もなんか指輪つけてて、うん、で結構あの飲みに行ってたんで、うん、酔っ払ってて、酔っ払った時でちょっと気分大きくなるじゃないですか、うん、そしたらケンタが誕生日近かったんで、なんか、うん、気づいた僕の指輪はめてたんで、あ、もうええよそれあげるよ言って、うー、かっこいい、次の日普通に後悔しましたそんな、それで言うとケンタね、僕昔誕生日にあげたハンチング、はい、今まで使ってくれてるんだよね。確かに黒いやつやろ。そう嬉しいんだよね、あれ。なんかね、多分皆さんも結構共感できるところというか、捨てられないものとかね、うん、あると思うんですけど、あると思うんで、皆さんぜひそういうの、あのツイッターとかね、うん、書いてくれてもいいですし、はい、あ、ちょっと真面目な話いきます？まあ、それこそ新曲、はい、ワンモアキス、あの楽曲的にワンモアキス、これもうリキアさんとか大好きな R&B ですよ、うん、で楽曲の内容としても、あのこうなんだろうな、どうしてもこう手に入れたいなっていうか、うん、もう一回でいいから、あの僕の好きな子に触れたいな、キスしたいなみたいな、うん、楽曲なんですけども、うん、まあ、精一杯ちょっと大人ぶって精一杯歌いましたけど、はい、聞いてみてジンクどうでした？いや、やっぱりランページってこう少しずつ大人になっていって、自分たちがで、なんていうんですかね、3人の歌声とかも少しずつやっぱ変化していってて、うん、でそういうタイミングでこの夏のシングルのカップリング曲でワンモアキスっていうところですごくマッチしたなと思って、うん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 、あとウェルカムトゥパラダイスとサマーデイズとのバランスもすごくいいんで、うんうん、作品としてもものすごくこうまとまりのある、うん、感じやなと思ってありがとうございます。エモいなと思った。エモいね、確かに。そんなところで、はい、じゃあ、はい、今ちょうど喋っていたこの楽曲をお送りいたします。ザ・ランページ from Exile Tribe で One More Kiss。はい、お送りしている楽曲はザ・ランページ from Exile Tribe で One More Kiss でした。 Weekend The Rampage With Key Riku The Rampage fromExile Tribe。 はい、ということで、はい、お聞きいただきましたが、早速 One More Kiss の感想届いてます。お、
東京都ほなみさんから、ワンモアキス今朝からたくさん聞いてます。ありがとうございます。新曲3曲とも雰囲気が違って、うん、新たなランページを感じられて最高です。ライブではどんなパフォーマンスなのかなと想像が膨らんで早くパフォーマンスが見たいです。ワンモアキスは結構低音めな感じがしたので、いつもの綺麗なハイトーンなリク君とは違った素敵な歌声で特に大好きです。ありがとうございます。すごくね、この楽曲はシンガーとして成長させてくれた、うん、あの楽曲ですので、はい、まあ、あのランページとして、新たな音楽の幅というか見せれたらいいなという思いですね。はい、はい、もう一つ、はいはい、東京都のダボダボさん、新曲のワンモアキス聞きました。名曲です。夏の終わりに聞きたいです。トロピカルハウス調になったオーバーって感じで、声が重なってて切なくて、あと音サビ、うん、の部分でどんな風に踊るのか今からすごい楽しみ。あのダララダララララのとこですね、うんうんうん、今年の夏もランページのおかげで楽しくなりそうです。おー、ありがとうございます。嬉しい。ぜひね、ちょっと披露するタイミングも僕ら結構メンバーで今模索してるんで楽しみにしていてください、うん、お願いします、はい、ということでここからはメールテーマ、はい、VS 〇〇を紹介していきましょう。あなたが今何とバトっているのか送っていただいております。はい、じゃあもうやっていきます。見ちゃう、福島県つくねさん VS お中元。私の職場はコーヒー屋さんなのですが、現在お中元の注文が山のように届きます。10件20件、数多くのギフトを箱詰めしラッピングし発送します。通常の業務の合間を見て進めていきますが、土日の忙しい時はてんてこまい、うん、しかもこれだけにとどまらず、お中元のピークはこれからで、去年は1日に80件の注文があったそうです。やばい。ラッピング放送のしすぎでこのままでは指紋がなくなってしまうのかと思うくらい、すでに心配なぐらいですが、私のお中元との戦いはまだしばらく続きそうです。なるほどね。忙しいようにさらに追い打ちかけられると、これたまらないですね。1日10件20件ねえ、ギフト、いやー指紋なくなってしまうから。でもこれわかりますよ、うん、同じ作業って、ね、途方もなく感じますからね。間違いない。ちょっと打ち勝ってください。ぜひ頑張ってください。続きまして、いいですね、滋賀県のリサさん VS タピオカ。最近地元にタピオカブームが到来していて、新しいタピオカ屋さんが次々にオープンしております。私もタピオカブームに乗ってしまって、タピオカを飲むためにできた長蛇の列1時間ぐらい待つこともあります。病みつきすぎてこの先タピオカなしで生活できなくなる前にヘルシーなお水大好き人間になりたいです、とのことなんですけれども。なるほど。いやー、タピオカね、先日僕らもね、うん、雑誌のね、はい、取材と、撮影に臨ませていただいてる際に、うん、ある雑誌のスタッフさんからね、うん、タピオカの差し入れをいただきまして、うん、いただきましたけども。うん、いや、ね、甘いね。甘いですよ。甘い。あんなもう、ほんまに。もうね、糖分糖分って感じ。そうです。でもな、甘いものとかなんであんな美味しいんですかね。間違いない。ほんと美味しかった、あれ。なんかね、うん。ありますよね。いやでもさ、タピオカ飲むために1時間並ぶって相当な勇者だと思うんだよ。そうですよ、うん、本当にその1時間どうやって時間潰すのみたいな、うん、ウィーケン聞いてんのかな、なんかね、うん、どうなんですかね。タピオカ町やから飲み物飲むわけにもいかんしね、うん、それまで我慢せな。はい、ということでじゃあ続いていきましょう、うん、千葉県おふみさん VS 否定ばかりする母。私は今大学1年生なのですが、まだ髪を染めたことがありません。何？そろそろ夏休みになるので、思い切ってピンクパープルのインナーカラーを入れようと思い母に相談しました。すると母はブリーチするなんて髪が痛むから許さないと声を上げるばかりで、まともに話を聞いてくれません。しょうがないのでカラー代も交通費も自分で出し、黙って染めてしまおうと思ってます、うん、その他にも私がしようとすることにことごとく反対してきます。母を納得させられる語彙力と折れない心を身につけて、完膚なきまでに論破したいです。絶対に負けません。なるほどね。まあ、ブリーチ族の我々にとっては、うん、もうなんかお母様からしたらちょっと我々は敵になっちゃうからいやそれは、ね、まあまあでもね、うん、一度しかないですから人生は、うん、だからお母さんはね、なんかこうおふみさんが可愛くて仕方なくて、うん、間違いない、そういう気持ちだと思うんですけど、うん、まあなんかね、思い切って自分でやっちゃえば、うん、なんか意外と許してくれるのかなっていう感じもしますけどね。間違いない。いや、おふみさんぜひ頑張ってください、うん、お母さんに負けないで、はい、愛情のないお母さんだったらそんなねこと言わないと思う。それは間違いないです、はい、じゃあ続きまして、はい、千葉県のルミさん VS、これなんて読むの、ピザ
漢字読めない私はあピザあ石窯ピザのあるお店でバイトしています。昔から働いているのにピザバーを任せることが多いです。この季節なんといっても暑くて汗をかいてしまう。灼熱地獄の中ピザを焼きますがカウンター席があるのでいかに爽やかに接客できるかが鍵になります。今日金曜日はバイトなのでリアタイできませんがバイトしないウィーケンのことを考えてぜひ私にファイトソングをお願いいたします。ジンくん、ファイトソングお願いします。じゃあファイトソングですか、やっぱファイトソングといえばね僕の負けです。うん、これって完全に KO だ、うん、鮮やかなフック食らってるからこれ。まあ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 、そのね、暑い中ね、さらに暑い場所に行ってお仕事をして、ピザ焼いて、はい、あの、カウンターの皆さんにこう、爽やかに渡さなきゃいけない、うん。なかなかタフな作業だと思うんですけれども、うん、ね、ぜひね、あの、はい、頑張っていただけたら。そうですね。うん、なんでもランペの曲聴きながら頑張ってくださいって言ってもね、仕事中ですしね、うん、なんなら僕らの曲熱苦しいの基本多いんでだからもうターミネーターばりの仕事量で言ったらいいんじゃないですか。こう完璧にそのデデデデデって言いながらこう、それができないからこうやって送ってきてるすいませんすいません、はい、じゃあラストいきましょう。はいはい。長崎県リーチャーさん VS 好きな人のインスタ。私は好きな人のインスタを見つけてしまい毎日こっそり見てしまいます。なるほどね。仲いい女友達がいることも知ってる。今日飲みに行ってたことも知ってる。知ってショックなこともあるかもしれないから見るのを諦めようと何度も思っても毎日寝る前にチェックしてしまいます。見つけたからフォローしたよと一言言えたらこっそり見なくて済むのに。ああ、どうしたらいいんだろう。誰か代わりにフォローするボタンをポチッと押して。いや、みんなメールの方もめちゃめちゃ臨場感ありますね。いや、好きな人のインスタ見ちゃうかー。あーねー。だから最後の多分、あれじゃない?この、こっそり見てる、だからフォロー、してんのかな?もししてるんであれば、最後の代わりにフォローすのボタンを押して外してっていうことなのかな?もしかしたら。あー、どっちなんだろうね。うん、だからそこが書いてないんですけど。じゃあ、あれじゃない?その、いちいちその人のやつ検索して見てんのか、そっちなのかもしれないですけどね。うわー、うん、いやいや、まあ、ぜひね、まあ、はい、気持ちを伝えるタイミングがあって頑張ってほしいなと思うんですけれども、ね、こんな感じで、はい、以上 VS 〇〇でした。ということで、BFM からお送りしてきました、ウィーケンドザランページ、そろそろお別れの時間です。この後はニコニコチャンネルにてスペシャルな生放送を行います。皆さんと一緒に番組を盛り上げていきたいので、はい、詳しくはネットで、ニコニコチャンネルと検索してみてください。はい、動画で楽しむウィーケンドザランページ見れる方は引き続きよろしくお願いします。ここでお知らせです。はいはい、アルバムバトルオブ東京が絶賛発売中。はい、ニューシングル、ウェルカムトゥーパラダイスが7月31日にリリース。ありがとうございます。そして先ほどお送りしました、ワンモアキスは DHC 薬用リップクリームのタイアップソングに決定。はい、ランベジとのコラボも決定しました、はいはい、そして9月17日18日千葉県幕張メッセ国際展示場ホールにてハイ&ローザワースト VS ザランページフロムエグザイルトライブ開催。完成披露試写会プレミアムライブショーを行います。皆さんぜひチェックしてください。お願いします。ちょっとじゃあ残り少ないですがメールを、東京都原ヘリさん、ジェイさん、私も川柳の存在忘れていました。急に作ったのにすごいです。シチュエーションに聞いたらなおさらいい感じでした。あらら、ありがとうございます。面白いの期待してたら来週も楽しみにしてます。やめてください。これはね、来週もやんなきゃいけない。無限ループ無限ループ本当に困りますよ。この後ね、ちょっと時間ないんで動画でもメール読みましょうか、うん、はい、ということで本日もありがとうございました、ウィーケンドザランページ、ここまでお送りしたのはザランページフロムエグザイルトライブリーダーのジンとボーカルのリクでした。バイバーイ。